いい馬だ。あの、スイリア先輩。レイナに聞いた。今朝は大活躍だったようだな。いや、そんなことは。考えてもらえただろうか。私のベグライターになること。その話なら。今はキサキ、ミオとか言ったかな。彼女の血統のことで、頭がいっぱいだと。水野の生まれた国には、お好み焼きという食べ物があるそうだな。それは、じっくりと時間をかけて焼き上げるものだと聞いている。つまり、そういうお国柄なのだろうな。乗りかかった船だ。キサキミオのベグライターは、最後までやりきるといい。返事は、彼女の決闘が終わるまで待とう。お好み焼きとやらに、じっくり火が通るのを待つようにな。すみません。すみません。いや、大丈夫だ。そうだ、タオルを。どうした？いえ、どうぞ。スイリア、いつまで待たせるの？これ以上道草してると会議に。水野くん、あなた